だからガチゲームでコンボ閉じるたつどうした電源電源何の電源何の電源電源消さないと怒られそう。ああ授業中はな。そう授業中携帯持ってちゃいけないよ。本当だよね。いくら本気だと言っても暑いですね。皆さんどうですか？気分は暑い。靴下なんか履いてられない。すごいよ。なんか熱中症なくなった人めちゃくちゃね。なくなったんですか？一週間で17人とか。なくなったって卒業もなくなったじゃなくて。なくなったんですかもうって言って。お亡くなりになったんです。あ、そっち分かってた。やりすぎでしょ。なくなったんですかもうって言うから。まだ熱中症は続いております。熱中症警報出てますって。警報見たことある？ないよね。ここあったあった。キリッツ。あ、来てた。気をつけ。レッお願いします。お願いします。着席。おはようございます。はい、本日も開校いたしました雷学問所、この学園は知っておきたい知識を身につけるために設けられた学園です。私が担任の熊川雄大です。どうぞ皆様よろしくお願いします。はい、この学問所は1時間生放送でお送りさせていただいております。チャット、ツイッターでの参加どしどしお待ちしておりますので、チャット参加、ユーストリームさんをご登録していただきますとすぐにご参加していただけます。ぜひとも1時間この授業に参加してください。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。私が、お、今日元気だねみんな。あー、夏ですね。夏ですね。暑いですね。そうですね。暑が夏いよね。そうですね。なんかみんな、なんかちょっと焼けたんじゃないの？そうですね。そうですか。まあね、もうね、あれですよ。もう夏休みも、もう終盤に差し掛かってきて。ね、でもあっという間ですよね。あっという間ですよ。ね、なんかみんな、どっか行った？ 8 月、夏休みというかさ。行きました、皆さん。皆さん行きましたか？皆さんどうですか？行きましたか？みんなして寂しい顔してる。ねえ、どよーんとしてますよね。マドンナがなんかすごいニコニコしてますね。あ、そうですね。どっかいろいろと。私キャンプ行ってきましたよ。いいなぁ。珍しいね。キャンプいいな。キャンプいいよね。キャンプやりたい。ねえ。キャンプいいですよね。時差か。じゃあね、ちょっとね、じゃあみんなこれからね、自己紹介してもらうわけなんだけども、自己紹介して、今年のね、残りの夏どうしたいかっていうのをね、ちょっと決意表明をぜひ言っていただきたい。わかりました。はい、今年の夏、まだね、ちょっといろいろやり残したことがいっぱいあるじゃないですか。はい、ちょっとこれはちょっとやりますみたいなね、そういう宣言をしていただきたいなということですけどね。それではじゃあ切れてしまったよ。切れてしまいましたか？早いな。早いね。本当に、大丈夫ですか？行けますか？はい、行きましたか？ちょっと待ってね。一応録画押しちゃおうかな。あ、これもう、もう始まってるわ。大丈夫ですか？流れてますか。もうね、今日なんかすごい不安定らしくてね、ちょっと途中途中もしかして途切れるやもしれない、ね。やもしれない。はい、暑いからね。そう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 。電波もやっぱりね。そうですね。楽しくないんだね。大丈夫かな、今。大丈夫ですか？映ってますかね。はい。あ、はい、OK ですね。はい、皆さん、それではじゃあ自己紹介をお願いいたします。学習からお願いします。かしこまりました。はい、はい、おはようございます。おはよう。雷学問所にて学級委員長を務めさせていただいております、はい、山本真一です。素晴らしい。残り夏、はい、私とにかく遊びたい。遊びたい。遊ぼう。そう、どこも行ってないんで、はい、私はまあ、夏らしいことじゃなくてもいいんで、うん、なんかボーリングとかでもいいんで。あ、好きだよねボーリングね。はい、ちょっとやりたくない？いいよね。みんなでみんなでやろっか。やっちゃおうか。幻のイベントね。幻よ。はい、じゃあ続いて優等生いきましょう。はい、雷学問所の優等生針ヶ谷いつきです。今年の夏、この間、はい、花火をやってたのちょっとだけ見に行ったんですけど、あ、いいですね。浴衣を着てないんですよね。あ、浴衣ね。あ、私も浴衣を着たい。以上。似合いそうだよね、でもね。うっしょい。スタイルいいから。うっしょい。足もね、細いし。それ言われるの分かってるんだと思いますよ。でも浴衣はふくよかの人の方がいいんですよ。あ、そうなんだ。着物とかはふくよかのタオル入れたりするんですもん。そう、あのバスタオルでぐるぐるして超暑いの。そうなんや。そういう方が綺麗に見える。まあ、くびれてるんで、くびれてるんで超挟まないと、なんかあの帯が、うん、
こうぴったりになるじゃないですか、まっすぐだと、うんうん、だここね浮いちゃうとずれちゃうよみたいな、ちょっとでもあれだもんね、なんかあの細いけどもちょっとストーンだもんね。いいのいいの、ね、上から、まあまあまあ、50、50、50だっけ。細いそれくらい細いことですよね。そんな感じでお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ続いて、あ、切れるねって大丈夫？今雷学問所マドンナの川ひとみです。さあ夏残りも遊びまくりたいと思います。いい、ね、よろしくお願いします。はい、なんか今日やけになんか朝からちょっとテンションが低いけどもね。あ、そう、まあ、今回も低くなっちゃって体調悪いんですよね。あ、マジか、大丈夫？そう、うん、心臓に悪いことはしないでください。わかりました。はい、じゃあ行きましょう。はい、雷学問所チア部の森江瑞希です。ですね、明日釣りに行ってきます。いいね、いい、湖にボート借りて浮かれるいいね、やろうと思ってます。相模湖、で最終的にはそのまんま投げられて、海に帰るでしょ、はい、引っ掛けられて帰ってきます。あの、ほら、サバ、サバの、はい、なんか、バス、バス、あ、バス釣り、ブラック里帰りするの、里帰り。あー、そういうこと、おめでとう。ちゃんと釣って帰ってきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのね、4人で登場します。お願いします。今日もラップが聞きたい感じ、俺が雷異端児、暑さじいじい熱中症に負けないように送る元気重視越中道。今年の夏はまだスイカを食べてないので、スイカを食べたいと思います。なるほど、あ、でも食べてないもん。あ、スイカね、はい、なんかあれですね、ライオン徐々になんかラップが、ラップなんて、ラップ言いながら隊長の目をちょちょいちょいそう、なんかそう視線を感じましたね。いいのか、いいのか、大丈夫かなみたいな。はい、はいはい、じゃあね、早速あの通信制の方お呼びしてください。よろしくお願いします。はい、では皆様お呼びさせていただきます。はい、出席を取らせていただきます。お願いします。はい、コルレオーネさん、おはようございます。キュアパインさん、おはようございます。 DTK2012 さん、おはようございます。エスパー伊賀さん、おはようございます。ゾルキさん、おはようございます。ミナタカタカ、おはようございます。ソラさん、おはようございます。スノピさん、おはようございます。おでんくんだよさん、おはようございます。ということでありがとうございます。じゃん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 入ってきてください。ね、エスパイゴさんラップで切れた。やっぱりちょっとふざけろ、ふざけろ。はい、おはようございます。ありがとうございます。キュアパインさんもおはようございますと、スノピさんもおはんはーと、おでんくんもやっほーってありがとうございます。まあもしかしたらちょっと今日もね、電波の方が、いや、今ちょっと安定してきた。大丈夫です。お願いしますよ。はい、皆さんのパワーを送っていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。さあ、ね、早速一限目の授業に行きたいと思うわけなんだけれども、はい、今ってさ、何シーズンなんだろうね。夏、行楽シーズン。行楽シーズン。お盆シーズン。そうですね。今お盆シーズンっていうかな。だけども、だけども、だけども、なんかさ、お盆っていつからか、ね、いつから始まっていつから終わるのかって結構なんかあやふやじゃない、うん、みんな。ない知ってんの、サバ。サバ知ってる？13から16とか。えらい、正解じゃん。今日授業終わりたいと思います。ギリーッそうですね、はい、ね、今ね、森さんが言ったみたいに、このお盆っていうものはですね、これでよかった。昨日お父さんの誕生日、あ、おめでとうございます。おめでとう、おめでとう、お父さん、ね、見てない、戻ってきていただきました。はい、授業の方にありがとうございます。はい、塩黒子、おはようございます。ありがとうございます。はい、ただいまってやった。お帰り、お盆ってね、はい、そうなんですよ。8月のね、13から16日までと言われております。じゃあこのね、13日から16日まで何をやるのか。お墓参り。そう、お墓参り。まず13日の朝。あ、決まってるの。決まってます。はい、決まってます。13日の朝を、迎え盆と言いますね。聞いたことある、めっちゃ感じがね、盆の意味じゃないんだ。迎えてください、迎えてください。迎えられないそれ。迎えられないよ。迎え盆と、言いますね。はい、これは何を、ね、やるのかと言いますと、仏壇の前に机を置きまして、うん、それ
それで、お供え物とかお花とか、そしてあのね、キュウリで作った馬を模したね、そう、以前あの授業した鳥で、少年馬、そう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 、あとおなすびで作った牛なんかを置くわけなんですね。はい、置いてね、先祖さんを迎えるわけです。そしてその朝、他にも何やることがあります。はい、先ほど、マドンナが言いましたお墓参り、うん、ね、お墓参り、ちょっと参れない。お墓参りをやるわけなんですよ。はいはいはい。そして13日ってね、結構ねやることいっぱいあるんです。忙しいんだ。忙しいんですよ、みんな。はい。13日の夕方。はい。夕方、はい。それを昼までにやらなきゃいけないですね。そうです。これ基本的に朝やってください。朝、はいはい。でね、13日の夕方のことを、迎え日と言います。迎え日、何聞いたことあるってことある。これは、ご先祖さんたちをね、心よく迎えてあげるようにこう火を焚くわけですね。あれって、火っていうか煙でさ、ここが家ですよっていうのを教えるため、そのところなんですね。その灯籠の場所っていうわけでもないですね。なんかありますね。何をしてるの。あれなんだろう。それみんな使うんですよ。みんな使うんですよ。ちょっと口寂しくて。そらさんも煙じゃないのって。火なんですね。はい、火なんですよ。それでタバコ吸ったんですか、煙で。そうですね。そういうことね、はい、あ、先生遅刻者が。何、おしんなごみファンさんが遅刻です。何、おしんなごみファンさん遅刻だぞ。おはようございます。ね、はい、長くてね、ちゃんと、でも言えたよね、僕はね、おしんなごみファンさん。いい、大丈夫よ。はい、まあね、こうやってね、13日、心よくスムーズに、ご先祖様を迎えた後にね、まあその14日、一緒に過ごします。あー、はい、はい、14日、一緒に。どうしました、どうしました。迎え日ってことは、京都の送り日ってやつはっていうのを、パッと思って。あー、でも16日にやるかもしれない。それが思って、うん、いや、どうぞ。そうですね、あのね、あんま言わない方がいい。いや、でも先ほど、そう、ライオンが言いました通り15日、ね、じゃあここに書こうかな、はい、迎え日のところに書こう。15か16日に、そう、ライオンが言った通り、送り日という行為を迎え日買って。15にする人は、じゃあ早く送り出しちゃいたいって。そうかもしれないよね。だからこれはね、別にね、どちらでもいいそうなんですよ。やっぱあれやんか、飲んで気分良くなって、ちょっと もういいよっていう時あるやん。もういいってみたいな、絡まんとってーな。来年にしようって。そういう時は15日。もういいよ。いいの、そんなんで。長いことやっぱご先祖様と一緒にいたいじゃん。そうね。普通は、うちは16日にこれをやってますよね。へー。それはどうやるの？はい、じゃあライオンちょっと説明してください。これはどうやるかと言いますと、まあその火を焚いたね、ろうそくと、あと何、馬、あのね、キュウリで作った馬馬と、ナスで作った牛、ね、これを乗せて、ね、台の上に乗せて、でいろんなお菓子とかを乗せて送ります。あ、川に。そう、川に。それが、そう送り火だ。はいはいはい。結構、皆さんの地域でもあります。そうですね、大阪、僕、お兄ちゃんも一緒なんですけど、大阪出身なんですけど、大阪、まあ、自分の家はそういうことをしなかった。で、うちもなかったな。本当、でもね、そう、結構ね、言われてるのが最近、やっぱそれをやることによって、川が汚れちゃう。ああ、そっか。汚れちゃうっていう、そういう問題もあるわけなんですけども、まあ、その送り火、まあ、別名は精霊流しとかさ、そういうことも、それは聞いたことある。はいはい。そら君のこれ面白い。何、外国はご先祖だけでなく、魔物とかも来ちゃうんだよねって。お盆に？あ、そうなんだ。魔物、うん、そうそう。ハロウィンでしょ？あ、それがハロウィンで、あ、そういうことか。まあ、それは外国では。外国のお盆だって。そう、お盆みたいな感じなんですよ。あ、皆さんは。そういうことなんですよ。大体皆さん分かってくれましたか？まあ、お盆っていうのはさ、いつからか分かんなかったけども、まあね、今日ちょっとこのね、日にちだけでも覚えてくれて、うん、ね、そして何をするかっていうのをね、若干頭の隅にもね、置いていただけたら、嬉しいです。
はい、あの DTK さんがね、はい、これ書いていただいてるんですが、15日は、終戦記念日へ高校野球でも1分間の黙祷をしますねと。そう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 、そうですよ皆さん、もう15日、ね、今日何日ですか。今日14です、ね、14ですよね、はい、明日か、明日です、明日終戦記念日なんで、ね、何日ですか終戦、いいですか、終戦記念日何年目ですか。20年が終戦でしょ、1900。皆さん、あ、わかった、はい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 、20、違う、違う違う、あの、68年、すごい、終戦68年、戦争を知ってる時に生まれた人だけで68歳、あ、そうなんです、そうですね、でも、すのきさんが昭和20年、昭和だ、昭和20年、そう、昭和20年、昭和じゃなきゃいつだよ、今、2013年がね、昭和88年と言われてますからね。あ、そうそうそう、これは違う、あ、そうですね、そうですね、はい、知らなかった、あ、1945年ですと、スノピさん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ちなみに、そらくんはね、明日チャッター1周年、おっ、おめでとうございます。塩黒子、サバの神が若干侍みたい、あ、これですね、今日侍、今日言ってる、高くしてるんですね、切っちゃう、切っちゃう、ありがとうございます。さあ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 、まあ1限目の授業が終わったということで、うん、はい、まあ、2限目生徒さんにやってもらいます、はい、今日はね、この学問所始まって以来の針ヶ谷さん優等生に授業をやってもらいましょう、よろしくお願いします。優等生だからね、優等生素晴らしい授業を期待しているよ、優等生、自己紹介自分で言ってますもん ね、 ね、そうだよね、なごみファン、なごみさん、ありがとうございます。ナスの馬と、あ、え、ナス、ナスのあれって牛、あ、牛、まあでも、うち間違えたな、ナスの牛とキュウリの馬にも意味があるって、うん、そう、あの前ね、キュウリがやったって言うと、ライオンがあの授業してくれたやつがあるんですよ。ぜひアーカイブで見てもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで授業したいと思うんですけど、このクソちっちゃいメモで頑張ります。はい、今日は何の授業をするかというと、こちらです。記憶、記憶、いや、欲しい、記憶、ん、こう、記憶、おお、あー、すごい、覚え方ということで、皆さんなんかいっぱい授業やってるじゃないですか、うん、テストの時に覚えてないでしょ、うん、はい、覚えてない、ちゃんと覚えられる方法を皆さんに教えようと思いました。おー、この授業をやってると思います。おー、すげー、メデューサなんですか。私が一番みんな、あの、覚えようと思うときって何しますか。よかったらチャットさんも書いてください。覚えようとするとき、はい、そう、何か覚えようとする、漢字でも何でもいいです。口に出す、口に出す、あ、まあ、とりあえず反復、とりあえず反復繰り返すことですね、うんうんうん、覚えようとする。覚えようとする心がける心がける、気持ちがね、そう、気持ちが大事、あ、書いた紙を食べる。パンキパンみたいな、パンキパンみたいになっちゃった。 DTK さんが語呂合わせ、はい、ああ、そういう人が頭いい人なんだよ。塩黒さん、書く、書く、書くね、わかる、書くって大事。そらさん、受験勉強で大切なのは音読って。音読、音読、バブちゃん言う、わち結構テストの時とかやってたのはノートをそのみたいな感じで暗記。わかる。あ、なんか問題文が出てきたら、あ、ノートのここら辺に書いてある。そうそうそう。ノート、ノートの A にして、文字を A として暗記する。授業中に先生、ここら辺に X って書いてたみたいな。そうそうそう。そういうこと、そういうこと。どうやって勉強するんだ。いろいろあると思うんですけど、だいたいみんながやるのが、これですよね、繰り返し。繰り返し。でも、この繰り返すだけ、ただ書いたり読んだり何でもいいんですけど、この繰り返すっていうのは記憶法としてはとても浅いんですよ。浅いんだ。そう、だから単に覚える、なんか明日いろいろあるからってわーって読んだりして、うん、その時忘れてないとかはあるかもしれないんですけど、ずっと覚えとくっていうのはちょっと浅くて、まあ、繰り返すだけではちょっと浅いと。そうなの。そうなんですよ。なのでイメージするっていうことで、結構深くなるんですけど、なんだろう、この記憶のランキングっていうのがありまして、1、2、3位ちょっと紹介したいと思います。すげー。あ、なごみファンさんはね、集中してそのページ暗記と。なるほど、うん、でも集中するのは大事、ね、うん、エスパイガさん、それって心がけでしょ。エスパイガさん、もう無理、忘れる一方です。わかる、わかる、
覚えられないんだよ ね, ねでも覚えてないやっぱり先生遅刻です。何レッドコメットマックスさんが遅刻です。何レッドコメットマックスさん遅刻だぞ。おはようございます。てかえレッドコメットマックスさん入学お前違う前来たことあるんですけどお誕生日を聞けてない。そうなんですよ ね, ね、はいはい、ぜひ最後までいてよ。よろしくお願いします。なんかさっき書こうとしたんですけど、やばいめっちゃ手震えるんですけど、めっちゃ手震えるんですけど、15秒2が60、3がイメージって書いてあるんですけど、まあ1秒5秒は後でちゃんと説明します。ちょっとやめなさい。本当に思いつきでバンドに来たらやめなさいよ。アメリカのコメディみたいな。すごい手震えたらバンですから。ということで、あのこの復習、大体みんな復習するんですけど、こう普通に復習するだけではダメで、こう感覚を広げて復習する。そう、まず3日おきに復習して3日おき、そうそう、その後は1日おきに復習してとか、そのだんだん間隔を短くしていく。で、最終的にはちょろっと、15分とかでいいんですよ。15分とかやってちょっと休んで他のことやってみたいなサイクルを作って、それを1週間ごとにこうバラバラにしていくとか、いろんな他のものとやるとか、間隔を広げてやるのがいいと。で、最後のイメージなんですけど、さっき誰か言ってくれてましたよね、なんかと、なんだ、語呂合わせとかかな、あ、うんうんうん、そう、そういうのもイメージにつながると思うんですけど、このイメージするっていうのはとても深くて、ちゃんと覚えてる、しっかり時間をかけてやるのはすごくいいんですけど、時間がかかるんですよ。まあね、そういうのを全部排除して一番いいのがこれです。15秒。すごいんだ。そう、なんか人間の脳の記憶っていうのがだいたい短くて15秒、長くて30秒で頭に入るって言われてるんですよ。15秒で頭に入る。そう、あの頭の中でその聞いたものを整理してあのそれがだいたい15秒から30秒かかる。だからあれか、コマーシャルとかさ、広告とかってさ、あーそうだ、そうだ、そうだ、次の聞いてる間に整理するんですかね。まあそこはちょっと定かではないんですけど、そうだ、ね、でもちょうど聞きやすい時間帯なのかも。そう、15秒っていうとあのそんなに長くもないからできそうですよね、うんうんうん、なんかあの例えば授業を聞いてすぐはいこうこうこうです、反復、はいもう一回って、反復っていう人いるじゃないですか先生で、うんうん、あゆえお、あゆえおみたいな、あれだと早すぎるんですよ。あゆえおって言ってから15秒間こう黙ったり他のこと考えたり、まあ、ライオンのラップを聞いてたりしながら15秒経ってからさっきの何でしたか、せーの、あゆえおって言った方が覚えてる。覚えてる、すごい。今のやってることっていうのは全部ダメですよ。ダメでもなんかね、さらくんがね、間違いなく復習は大事って言ってくれてるんだけど、復習の週がちょっとね、恐ろしい方になってるからね。ちょっとレッドコメントマックスさん、知らん間に、こんにちは、そして、さらばなりはぁ何やってんのよ戻ってきてよ赤い水星、戻ってこい。え、伊賀さんどうしたん、あ、アンキパン欲しいって。アンキパン欲しいけど、ね、さ、すごい量食べなきゃいけなくなっちゃうよね、うん、そうだよね、なんかパンパンになっちゃうよ、ね、パンパンになっちゃう、小さく書けばいい、なんかちょっとあの3本伸び始めさん、あ、私の名前最近話題の3本伸び始めさん、あ、私その呼び方じゃないわ、よかった。まあそれはいいんですよ、あの、まあ、本名は、まあ、山本慎一さんだとしましょう、はい、これイメージであの考えると、ね、イメージやダイレクトじゃん、それいいですよ、はい、違う、3本伸び始め、3本は置いといても、例えば山に1本の木がありました、それが伸びて一番大きい木になりましたとか、だから伸び始めました、本やけどな、いいんですよ、1本です、1本、あ、そういう呼び方で、山に1本の木、な、山に本がありましたでも何でもいいんです、それは自分の覚えやすいように、うん、こう見た時にイメージするもの、うん、山に1本の木があり、それが伸び始めました、伸び始めさんね、で、伸び始めって言ったら 1,2,3,4,5 の始めでもいいし、うん、そう、何でもいいんですよ、1本の木が伸びて一番大きくなりましたでも何でもいいんで、それを連想してもらって、伸びって言ったら芯だな、始め1だな、芯1、うん、っていう風に頭の中で、あとは基礎知識で山本芯一だっていうことが分かるじゃないですか、うん、こうやって漢字を覚えることができるという、あ、イメージをする、その言葉をそのまんま覚えるんじゃなくて、それを一旦こう本当自然界に
葬り去るみたいな。葬り去ったらあかんか。自分のインスピレーションが一番大事なんで、自分が思った直感で連想して語呂合わせにしたりとかすると忘れにくい。なるほどね。これちょっといいこと聞いた。本当ですか。みんな多分山本慎一と覚えてくれましたよ。ねえ。これで。じゃあその自分でイメージしたその文章を忘れてしまいそうだなと思う。ああ確かに。なるほど。しのぴさんかえってめんどくさい気がするとか。そう。ね、そらさんでも残念ながら記憶は薄れ美化されていくとか。ああ。そういう時にこれを一回やって消してしばらくしてから15秒経ってから山に一本の木が伸び始めましたって言ったら忘れないはず。まあ、15秒が一番安いね、まあ、今のは名前やからってことやもんね。名前やったらそのままダイレクトで覚えれるかもしれんけど、そのなんかの事柄をね。私やった気がするのは、あの徳川家の順番をこういうお話にしてやった気がする。覚えてる？覚えてない。え、全然覚えてないんだけど、そういうのをみんなで作って覚えた。へえ、やったやった。頭で連想すると結構忘れないですよね。ちなみにあと何分ぐらいありますか？あとですね、あと4分ぐらいじゃあこれまたイメージなんですけど、はい、みんなに覚えてもらいたいと思います。へえ、覚えましょうよ。あ、え、出た。これなんて呼ぶ？レモン。レモン。なんだよお前ら。レモン。でもこれの、あの覚え方って分からないですよね。分かんない。レモン。今見て書いてたよね。あれ見て書いてた。はい、これなんですけど、はい、皆さんどう覚えますか？え、あ、キユーゴとはタラチョウ。丁寧に盗むっていう字じゃないよね。盗む、どこに入ってるの？タラチョウ。ウシン、タラチョウ。キユゴコロ、タラチョウでいいの？キユゴコロ、あ、いいね。キユゴコロ、タラチョウ。これは何ですか？キモウ。キモウ。キユゴコロ、タラチョウでもいいんですけど、それこそ多分キユゴコロ、タラチョウって言ってたの忘れました。キユゴコロ、タラチョウ。しかも何の漢字を覚えるのにキユゴコロ、タラチョウって言ったんだろう。え、これ、え、ちょ、これ、こういう、これは違うか、テイ語？あ、テイ語、あ、レモン、レモン、レモンです、レモンです。お前ら見てたんだろ、頑張ってたのを。全然まあ、これなんですけど、まあ、木に、なんだっけ、浮かんでる、あ、木の上のレモンですよね。木の上のレモンを心を込めて、さらに丁寧に盛り、あ、わかりました、わかりました。もうねえわ。長い。はい、では、通信生の皆さん、今の覚え方、いいか悪いか、丸と×か、どちらかでお願いします。木の上。なんかさ、ひたき歌みたいな。木の上。木の上のレモンを心を込めて、さらに丁寧に盛り、はい、で、うん、腐ったら割って一匹の豚にやるんです。まあ、わかんない、絶対書けない。最後の投げやりか。ちょっと待って、DDK さんがそれアッコにお任せでやってたなって。嘘、知らない。そらくん、×。しおさん、笑ってる。なごみさん、いつにゃん、アウト。なんでだよ。ロザンの宇治原さんも前にテレビでそれやってた。そう、すごいじゃん。なってる、レモンを、木の上のレモンを心を込めて、さらに丁寧になんちゃらかんちゃらして、さあ、腐った。これ腐った、はい、わ、それ何？割って一本の豚にあげる。あ、豚にあげる。ちょっとさ、右の感じ、よく見たらなんかちょっと、あの、もいえっていう感じ。もいえ、確かに、確かに、確かに。ちょっともいえっていう感じ。でも、もいえってやると、この1を忘れちゃうんですよ。あー、そっか。あ、でも、もいえが1番とか覚えてもいいですけどね。でも、なんか、もいえっぽいみたいなイメージはいいかも。そういうの大事。ね、なんかさ、もいえっぽいわ。確かに。だってさ、例えばさ、なんかなかったってなったら、心を込めてだったってなるじゃん。あー、そっか。そういうこと、なんだっけみたいな、とりあえずでも私が推してるのはこれですね。15秒アンテリーのイメージ。そんなイメージやってる。
そうなんだ、ね、でも15秒飽きが一番いいと思います。時間もかかんないし、うん、ということで皆さんよかったら気が向いたらやってみてください。以上です。ありがとうございました。面白かった。素晴らしい授業でした、ね、面白かった。さすが優等生なんだけど、優等生クソいじめられた。スノピちゃんが9心さらていくさいえ、あ、え、9心さらていくさいえで十分な気がある。9心さらていくさいえ、あー、9心さらて、これ読まれへんな。はい、普通に覚えようよって。でも普通に覚えたい方は15秒でね。そうやね、うん、はい、ということで休憩だ。さあ、休憩のお時間がやってまいりました。いやでもね、皆さん、暑いね。暑い。なのでですね、今回は、いや今回から、っていうか8月は、はい、8月のこのお時間は休憩時間。休憩時間。休憩時間です。休憩時間は休憩した方がいいと思う。なんかすごい、なんか強く言ってるけど、ちょっと暑い。ぜひね、暑い時期何をね、欲するかというとね、やっぱりね、怖い話が一番寒くなるんじゃないかなっていう。ここは一つね、皆さんにちょっと恐怖の話をやってもらおうかなっていうなんですけども、ハードル高いですよね。よろしいですか、すごいね、皆さん。このあ、じゃあ休み時間怖い話で盛り上がろうみたいなことですか。そうです。なるほど。そうです。はい、私休み時間だからちょっとお腹痛い。で、いかに、ね、あのマドンナのいいリアクションをね、見えるかっていうのをね、これやってもらいましょうか。 DTK さんも怖い話苦手なんだよね。ねえ、鬼の家さんが階段、鬼の家さん鬼の家さんって私お呼びできてない気がする。あ、鬼の家さんなんじゃないか。ね、鬼の家さん、チコ、チコ、いや、私が見えてないかもしれないから。ということで、鬼の家さん、おはようございます。おはようございます。すいませんね。あれですよ、本当にね、はい、なのでね、ぜひじゃあまあそれぞれのね、あの怖い話を持ってきたと思うわけなんですけども、じゃあまず第一発目はあなたに怖い話をやってもらおうかなって思います。よろしくお願いします、はい、でもさらくんがそんなに明るいのにって。いやだ。なんか声が聞こえてる。なんか声が聞こえてる。あ、ちょっと暗くなった。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 さあ、これで雰囲気がついてもいい。おー、いいねー。いいですね。はい。じゃあ、早速じゃあ。あ、すごい。はい、じゃあ、ここでね、ぜひとも。なんか胃が出てきそうな感じです。怖い話をやってもらいましょう。このタイミングで遅刻者が。アーリーさんが遅刻でーす。何？アーリー、遅刻だぞ。はい。ただいま、全然顔見えへんかも。このお時間はですね、うん、怖い話をね、ああいいですね、いい感じになりましたよ。はい、どんなどんな。さあ、森谷さん、はい、なんか、怖い話っていうよりも、はい、私の実体験なんですけど、なんか今ぐらいの時期にですね、もう4年ぐらい前ですかね、高校生の時に、はい、みんなで肝試しをしようという話になりまして、はい、ちょっと12、3人でね、ちょっと行ってみたんですよ、肝試しに。で、地元のお寺なんですけど、そこにはなんかあの呪いのビデオとかあるじゃないですか。あ、ちょっと待って、私後ろこう…待って、後ろに誰か。あ、いいよ、ここ座り、ここ何いいから、いいから、いいよ、いいよ、大丈夫。だってこういうのって地べたに座るんですよ。そうね、地べたに座りますよ。いいや、いいや、こう置いてもらおうか。で、呪いのビデオとかに投稿されるようなあの井戸があったりとかするお寺が地元にありまして、そこにみんなで行くことになったんですけど、そのお寺っていうのがですね、お寺の裏に木が立ってるんですけど、昔からあの首吊りとかがされてて、朝になったら釣ってる人が見えるとかいう噂があったり、あと井戸を覗いて井戸の中を見たら自分の顔が返ってこない、映ってないと死んでしまうっていう話もあったりするんですよ。で、そういうお寺にみんなで行った時の話なんですが、まあみんなでまずそのお寺に入ってって、あの井戸を覗いてちゃんと自分の顔が見えるかどうかっていうのをあの見に行ったんですけど、はい、見に行ったんですけど、その井戸って実は光がないから誰も映らないんですよ、顔が映らない井戸で
でみんなでパンのといて、いや無理無理映らないっていうなんか微妙な空気になってきた時に、なんか裏側の木の方を見に行く人と井戸をまだ覗いている人たちがいて、半分くらい分かれたんですよね。でその井戸の前に、まあ、お墓があるんですけど、お墓との間に道はないんですね。でもその井戸を覗いているグループ、私井戸を覗いてた方なんですけど、いきなり白いなんかかがんでさささささって走ってる人がさって通ったんですよ。でそれをこっちのみんなは見てて、そしたら奥の木の方にいた人もさささささって見えたらしくて、わーってなんか時間差で言ったんですよね。でもそこに人が通れる道はないから、え、今の何だったんだろうっていう怖さと、まあ高校生なんでこの好奇心でお墓入ってみようってなって、お墓にみんなで入ったんですよね。掘って、え、違う、お墓、お寺からお墓に入る道があるので、お墓の方に入ってたんですよ。そしたらですね、お墓に立ってる木の塔婆ってあるじゃないですか、うん、木の、あれが歩くところだけカタ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 ってなってくるんですよ。で歩いて進んでっていってもずっとそれがカタ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 ってついてくるので、みんなで怖くなってわーって言って一周ガーって回って戻ってきたんですよ。でも今何何何何ってなって、そのカタカタが自分たちが歩いてるところだけ横がこうカタ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 って、なんて今カタカタって言わなかったねえ、ちょっとなって、でその後にみんなでもうとりあえず記念撮影して帰ろうって言って、でまあ記念撮影をして、で帰り道に暗い木がこう立ってる道をこう歩いてったんですよね。そしたらなんか座ってる男の子みたいのが見えるっていうのが 2,3 人言い出したんですよ。あそこに男の子いるんだけどみたいな感じになって、えってなって、でもそこをこうそこにいたらみんなでこうやって帰ってったんですよね。もう帰りたいからちょっとこう離れてこうやって道を逸れてこう帰ってったら、こうなった瞬間にこっちからバッって聞こえて、無理した、そこでみんなが聞こえたからわーってなってダーって帰ってって、最後にその写真を見たら足が片方なかったっていう、へえ、一人だけね、なるほどね、片方なかったっていう実体験でした。それバブルの足がなかったの、うんうん、一人の友達の足の片足がなくて、その後どうなったの、その、まあ、何もなかったんですけど、なんか本当興味で行ったらなんか罰当たるなっていうのに、そうですね、すごい、ね、そういう心霊スポットに、ね、興味本位で行かない方がいいってことですよね。はい、わかりました。なんか、うん、こんなんでいいですかね。いや全然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 大丈夫ですかね、はい、じゃあ、続いて、私が、しかし階段に最もふさわしくない衣装だな。頭に入ってこないぞ。さあ、まあ私は、私が、まあ今回私がお話をしますのはちょっと恐怖というかお化けというかそういう感じじゃないんですよね。あるサラリーマンの、僕が聞いた話なんですけども、サラリーマンの人がまあ家とかにね、家に仕事を帰ってね、帰ってきたらなんかね、すごいね、気配を感じるんだって。なんかスッとなんか女性らしい人の気配を感じて、で何だろうな何だろうなってして、2日目もね気配を感じるんだって。で3日4日でもずっとね気配を感じてて、でなんかおかしいなと思ってさ、で5日目にさちょっとね帰ってきた時にさ、気配を見たら元カノだったらしいのよ、その男の人のね。で元カノで、でなんかそのね、その元カノって結構付き合ってる時にね、ちょっとなんか精神が不安定な方で、うん、でもうちょっと僕にはちょっとね耐えれないなっていうことで、ちょっと別れようっていうふうに言ったらしいの。そしたら、あもう絶対いやいや別れたくない別れたくない、お願いもうあなたとずっと一緒にそばにいたいの、お願いお願いお願いとかなんか言われて、でももうちょっと本当ごめんねっていうふうに別れたらしいの。その彼女だったらしいので、まあ、まあ、日が経つことにね、だんだんエスカレートしてきてさ、玄関の前とかに立ってなんかおかえりとかなんかふうに言われたりとかしてて、でなんかもういいやもう様子を見とこうと思って、気配じゃないじゃん、元カノ、そうそうそう、だから元カノなんですよ、うん、そうそう、である時帰ってきたら、その気配も元カノもいなかったらしいのよ、うん、ね、でガチャって開けたらさ、その元カノがいて、ごめん大家さんに鍵借りちゃったみたいなこと言われて、もう本当に勘弁してくれよ、ね、もうお前とはもう別れたんだよって言ったら、女の人がうーっと
とか言って、でうふふって笑ってさ、自分の首がスパッと違う、ジューって、もう血がもうね、いっぱい出て、うわもう本当にもう無理だなと思って救急車呼んで、でその人がもう入院してる時にもう実家に帰っちゃったんです、その男の人はね。もうちょっともうこんなね生活嫌だなっていうことで、もう彼女、元カノからちょっとあの遠くへ行きたいっていうことで実家帰ってもらって、でまあ実家の方で仕事をし始めたらしいってさ、である時さ、そのね仕事終わってね、その男の人が帰ってきて、でそしたらなんかすごいなんか楽しそうに家族ワイ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 してる、まあ、どうしたのかなと思ったら、その元カノがいたので、あっっていうふうにさ、こういう顔したら、お母さんがさ、あんた何をそんな顔して、これからあなたのお姉さんになる人なのよみたいな、要はその元カノはその男の人とずっと一緒にいたいからお兄ちゃんと結婚して、そういうすごい、そのそういう執念深いお話っていうことでね、はい、おそんな人いるんだ、そうですよ、いろんな人が新しい怖い話、いるわけなんですよね、また一番怖いかもね、そう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 、へえ、話でしたね、塩クロックさん、はい、聞いてなかった。これで今さ、逆に生放送やから、うん、みんな打つことにも必死かもしれんけど、これ多分アーカイブでまた見ると、そうだね、また違うかもね、二、うん、度おいしいかもよ、ある意味愛されてると、まあね、でもさ、お兄ちゃんのとこ、お兄ちゃんのお嫁さんになるまでその男の人と一緒にいたかったっていう、お兄ちゃんバカだね、愛じゃないよね、兄がそういうのは、でもそうやね、まあいろんなね愛の形がありますよ、エースパー伊賀さん、はい、うん、何か何も触ってないのに放送が止まる、怖ーい、よく止まるな今日はってスノピさん、マジか、まあでもねこれね、うん、アーカイブで見ていただきたいなと思うわけなんですけどもね、まあそういうね、まあ、いろんなね恐怖体験、恐怖なお話があったと思うわけなんですけども、来週はですね、何にしようかな来週誰、あ、そう、あなたたち、うん、なんか変な空気になりましたが、はい、絶対できないっす、はい、これ難しいですよね、難しいですよね、うん、皆さんをこう恐怖に陥れるっていうのは難しいですよ、はい、難しい大西が喋ると止まる恐怖、まあ、ある意味来週はね恐怖の、ね、でもなんかこの時間なんかさ、じっくり聞いた方がいいかもしれんね、あこうなんかいろんなところに行っちゃうとね、いや怖いよ、だってなんかカタカタ音するし、やめてよ本当に怒ってるからね、この人あのマドンナをね、あのちょっとねすごいマドンナのリアクションがね素晴らしいんですよ、いつね、ミランってやろうかなと思ってたんだけどね、なんかチキっちゃったチキっちゃったスノピさんが、はい、アーカイブに異常が出れば完璧ね、だいたいさ、こういうお話をしてるとさ、寄ってくると言いますよ、ね、寄ってくるって言います、本当に今、いやだ、そういう風に見ないそういう風に見ない、どういう風に見られた今どういう風に見ないで、なんか時代セリフやんね、もう本当に、本当に嫌だラップ現象とかね、病院の怖い話できますよって言ってしなくていいよはい、ということで大丈夫やね、はい、まあでもなんか夏怖い話やっぱでもし、え、全くしないです、みんなは、うち結構するときはするね、肝試しとか行かなかったですか、肝試し行かない、肝試しか、なんかでも最近は車とかでみんな動くようになったから、うん、それで帰ってくると事故起こしたりして、うん、怖いからっていうので行かなくなっちゃったんですけど、あれなんか、うん、なにママに、新しく留学生が、ジェツカムさん、え、どう言ったらいいやろ、ジェツカムさん、ジェツカムさん、 JTUCAM さん、ジェツカムさん、 JTU なんてお呼びしたらね、なんてお呼びしたらいい、ジェツカムさん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 、ジェットカムさん、入学おめでとうございます、ジェットカムさん、ジェットカムさん、うん、打ち込んでいただけるといいですね、はい、鬼の家さん、肝試し、はい、イコールたまり場、まあ、結構あの俗の人たちもたまってますよね、そういうタイプの俗って、はい、そうですよね、ね、そらくんがね、某
ホーンテッドマンションでは実際に幽霊の目撃情報がかなりあると。噂だとジャンボ機の犠牲者らしい。そう、いっぱいね。なんか今ブーって言わなかった。ね、やめて。聞こえたんだけど誰だよ、ね、あ、大丈夫、ママの後ろなんか。やだやだなんかね、若干針ヶ谷さんも結構テンション下がってるどうしました？今のママの声超いびった一番端っこだしね泣きそうだよはい、まあ、こんなにね、あの怖がりなママがいるので、まあでもまあこの時間だけは ね、 そうですね、こういう風な雰囲気も、はい、まあね、たまにはね、そうですよ、たまにはこういうこともね感じていただきたいなっていうことでね、はい、こういうね授業をする授業というかね、はい、私でもね本当に具合悪くなって水曜日来れないかもしれないちょっとちょっとちょっと水曜日はあれ、はい、やだちょっとやめ、本当にやめて、あの放送中だからはいはいはい、さあ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 、はい、まあね、あっという間の3限目の授業、休み時間ですよ休み時間あっという間に3限目の授業に、来ましたわ、ね、わけなんですけども、全然休めなかった全然休めてないよね、まあ3限目の授業はね、はい、もう家さんと、はい、今日は張り替えですし、どうしようかな、張り替えですし、できます、できますよ、はい、できますよありますか、ありますね、はい、それではじゃあよろしくお願いします、恨みを込めて、めぐってありますよ恨みを込めて、はい皆さんもね、なんか休めなかったとか、生放送だからとか、買おうとか、マドンナってマドンナマジかとはい、ここからは元気を取るんで戻っていきましょう、はい、元気を取り戻してやっていきたいと思います、はい、ですね、これからはこちらのじゃん、カレンダーを全部埋めてやろうじゃないかという授業でございます。そしてですね、はい、初めての方まだいらっしゃいますかね、ジェットカムさん、ちょっともうやだジェットカムさん、今ちょっとあの多分買い物に行ったんじゃないかな買い物行っちゃいましたか、うん、はい、ということで一応参加方法を載せさせていただきます。こちらですね、カッコして自分のお誕生日をお願いします。そして、今日今までの運勢を5段階評価にしていただいて書いてください、よろしくお願いします。はい、ということでこの1週間お誕生日の方、そうですね、結構ねいらっしゃいます。て今日14日、今日14日で、あれ、あ、ミミロールさんのお母様、お母様、あとですね、コーヒーニックさん、コーヒーニックさん、そしてライオン、はい、まずはコーヒーニックさん、ライオン、ミミロルさんのお母さんですね、お誕生日おめでとうございます、おめでとうは一皮むきたいと思います。ラップラップうどろそっかマイクこっちになったからね、はい、では思いよ、自分が信じた道がある、その道をしっかり意志を持って歩いていきたいと思います。だ、誰だな座ってください。道と意志、転がる意志、うるせえよどうにかしよう、はい、申し訳ございませんでした、はい、皆さん本当に申し訳ございません、一番怖いわ、変な話をしてしまいました、はい、はい、じゃん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 持ち込んでいっていただきたいですね、はい、ではお呼びさせていただきます。そらくん、10月の2日、天秤座、天秤座、キャー、意味わからない、だけ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 うわはい、DTK2012 さん、はい、ありがとうございます。9月の17日、はい、星4つ。お、いいね。いいね。今日は舞台が学校で、今日は舞台が学校で先生に不意打ちで当てられたおしんがあたふたして答える姿を見て爆笑しながら起きました今朝です。あ、夢、夢なんだ。夢でね。私出てきたの、夢。いいね、いいね、そういうのいいね、ほんとマネージャーはい、はい、おでんくんさん、
9月の32日、はい、星でも5つ。お、いいですね。お母さんがキーボードを返してくれたんだ。だからブログを始めるかも。タイトルはおでんスマイル。よかったよかった。パクリやんけそれ。そらくんが星5つってことで大丈夫。そうですね。はい、そうなんですね。じゃあその次のそらくん読まないですね。はい、塩さん、塩黒くさん、6月の5日、はい、双子座、星3つ。いたって普通の日。賢いわ。ずっと勉強してました。すごい、素晴らしい。スノピさん、3月の8日、星3つ。まあ、あ、流星見えたし、スピカ色も観測できたし、ぼちぼち。あの日めっちゃ雷半端なかったよ、うち、うんうん、あ、雷の日、わっちはすごい、もう最悪やった。土砂降りやったから見れんかって。でもさ、雷ってすごい、最近雷が鳴るじゃん、うん、よくさ、ツイッターなのなんなのさ、最近ね、漢字じゃないんですよ、カタカナの雷って書いてあって、あ、多い多い、まあ、結構反応しちゃうんですよね。あ、これは僕たちの影響なのかな。あ、そうですね、そうですね、間違いないと思います。ありがとうございます。キュアパインさん、1月の18日、星4つ。ツイッターキャンペーンで、アマゾンギフト券当たったって。おめでとうございます。すげえ。1枚ください、ね、1枚ください。そんなのあるか。エスパー伊賀さん、4月の30日、はい、星なし。あらら、いろいろと問題山積み。あ、大変、ね、山積みですよね。ねえ、あれね、そらくんスルーしてたらさ、そらくんが読んでよとか。ちょっとかわいい。ちょっと待って、みなたかたか、はい、1月の4日、はい、あの、この人って多分なんかみんなも知り合いなんじゃないの、うん、なのに、ちょ、書き方がどっちなんよこれ。1月の4日、星なんだこれ、どっち？どっち？1個、長野は涼しいです。4つだ。っていうか星4つ、星4つだな。みなたかたか、みなたかたか、ダメなやつだな。はい、大丈夫かな。あ、鬼の家さん、5月の5日、星2つ。あら、低いんだ。子供たちが盆休みで毎日バタバタだからおーってなってます。わかる。違う、何歳？そう、あの、親戚の子供たち。ああ、なるほど。親戚の子供たちがいると、お、アーリーアーリーアーリー。4月の4日、4月4日、あ、違う、4月の8日、4月の8日です。おひつじ座、星3つ。星3つ。学問所に参加してから遅刻しかしてない。あの、時間通りになったら誰だよ。時間通りくれたよ。ありがとうございます。お、ゾルキさん、はい、ゾルキさん、9月の11日、はいはい、星2つ。はい、暑いのに仕事が忙しい。あ、うん、お盆休みも、お盆休みもない状態ですよね。そうですね。最初からやってたよね。ね、最初から存在に行きますけどもね。はい、はい、ね、そらくんね、これは読んであげよう。10月の2日、運勢は星3つ。来週も出すからねって問題書いてるわ。これ終わった後みんなで見よう。じゃあ終わった後ね、終わった後みんなで。あ、待って、新しくチャッターさん、あ、新しく入学生の方が、おー、シャマイ、シャマ、シャミーじいさん、シャミーじいさん、入学おめでとうございます。いつもお誕生日をね、こういう感じで、はい、この感じで、お誕生日と今日の運勢5段階評価で載せていただければなと思います。シャマイじいさん、シャミーじいさん、いや嬉しいですね。ぜひともこう呼んでっていうのも打ち込んでいただけると嬉しいです。はい、はい、一応出揃いましたね。はい、はい、それではちょっとじゃあ答え合わせしていっちゃいますけど、まだ書いてない方はぜひ書いてください。お願いします。ということで、ごめん、シャミーじいさんがね、うん、こういう、あの、嬉しいね、スタンプっていう、こうスタンプ打ってくれてんの、ありがとうございます。シャミーじいさん、これは星一つでよろしいのかな。星一つかな。はい、さあ、皆さん行きましょう。はい、それではお羊だからドン。11位、ケアレスミスに注意してください。ケアレスミスに注意してください。遅刻ですね、3ね。あ、そうですね、あるい。はい、お牛座さん、じゃん、3位、
い、イメチェンが効果的でございます。イメチェン、はい、低い人多いからいいかも。ドン、双子座9位。ハプニングがありそうです。なにー、優しい。ハプニングがあるぞ。カニ座6位、チャレンジ精神が幸運の鍵です。幸運の鍵、イシーザー、はい、シーザー、来ました。お、あ、出たよ。さあ、これはどうだろうかな。出たよ。そして、乙女座、どう、並びましたね。そして1位か12でございます、はい、そして天秤座7位、距離感に気をつけてください。距離感に気をつけてください。距離感大丈夫よ。そそり座4位、いい情報に縁がある日です。伊手座10位、あれあれ、やっぱな、尽くしすぎにご用心だってよ。いろんな人に愛を注ぎすぎるからあかんのよね、うちら大変。水座2位、ゆったりと過ごせそうです。水亀座ドン8位、人のことを気にしすぎないように。魚座5位、何事も焦らずに、うん、ということで1位と12位を発表していきたいと思います。おい、ごめん、そらくんが超かわいい、呼んでくれないんだもんって。超かわいい。さあ、さあこちらでございます。じゃん、出たよ出たよ。1位乙女座、12位獅子座でございます。はい、1位マイナスがプラスになるかもしれません。じゃあゾルキさんがね、今2って言ってるけど、そう、マイナス、まあ忙しいかもしれないけど、それがプラスになるかもしれませんので頑張ってみてください。DTK さんも。そうですね。で、K とペペロンチーノと、あと盆踊り。あ、いいね。ぜひ行ってみてください。おー。そして12位、獅子座、イライラしてしまいそう。してる、してる、してんのかよ。で、J、石狩鍋、あと霊園。まあ、肝試しじゃなくてね、お墓参りとかね、行ったらいいかなって思います。そしておまじない。今日だけ自分の顔に、顔の好きなところにほくろを描いてみて。あ、描こう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 。油性だっけ、油性だっけ。どこがどこがいい、どこがどこ、自分の好きなところ、こことかが結構好きな、眉毛のところに、ま、眉毛のえ、マジで嘘でしょ。え、涙袋とかじゃなくて、え、でかいでかいでかい、出たよ、もうイライラするわ。やばい、イライラしちゃった。イライラしちゃった。はい、ということで、占いの授業でした。ありがとうございました。あれ、ちょっと、もう占い授業でした。おー、素敵。嘘でしょ。素敵なほくろが出来上がりましたね。素敵。ほくろじゃないよね、これ。え、でも、こう、ほら V で見るとほら、ね、ほら、ほくろっぽいね。そう、画面越しだとやっぱりちっちゃいと見えないからね、これ。はい、ということで、うん、なんか今走った、うん、そう。はい、まあね、あの、今日はちょっとあの新しいことをね、あの始めたわけなんですけども、はい、まあ、来週も、今日みたいな、怖い話をやっていきます、うん、はい、今日みたいな、いや多分ね、バージョンアップして、そうです、さらにバージョンアップして ね、あの怖い話を繰り広げられる、うん、なんでハードル上げたりするの。え、なんなんですか、針ヶ谷さんは何苦手なの、そういう怖い話とかって。針ヶ谷さん、あの、うん、地元とかのちっちゃいお化け屋敷で腰抜かすような、はい、戦慄迷宮入って一人で出れなくなって、あの先生とかと一緒に入っておんぶしてもらって出ました。来たのに、入れることがすごいもん。いや、だって500円だっちゃ違うんですよ。ジェットコースター乗せたら、お前じゃあ怖いの私乗ったんだから乗れよみたいな感じになって、連れてかれて500円払って途中で出るわけにいかないじゃないですか。ていうか、あなたのお友達も口悪いな。DTK さんがね、今度は夜に学問所しようよ。いや、そうですよ。ぜひね、俺ね、本当に夜に会いたい。夜修学旅行行きましょうよ。行きたい、ね、修学旅行行こうよ。てっきりさ、宮城に行けると思ったんだけどね、行けなかった。ね、そうね、行けると思ったんですけどね。行けると思いましたかね。まあね、温泉ね。まあね、なんか修学旅行とかさ、行きたい。行きたいってか、あのね、校外授業したいです。まあ、そうですね、ロケみたいな書いてあったんですけど、鬼の家さんがこれ、心霊写真を来週までに送りつける。え、マジで。いや、ぜひぜひ。マジで。まだやってないからね。いや、ぜひ、あの、お届けしてほしいですよね。いや、はい、何もできんからね。今すっげえ汗かいた、心霊写真。大丈夫？怖い。大丈夫かな。
ぜひお待ちしております。待つんか。さあさあ、ということでね、本日も1時間本当に暑い中ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週の水曜日13時にお会いいたしましょう。雷学問所でした。起立。おい、よし、気をつけ、礼。ありがとうございました。ぼー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 。